音が鳴るんです、鮫島さんの写真は。寂れた写真館を営む彼と、グランプリ受賞おめでとうございます、人付き合いを避けてきた気鋭のカメラマン。お願いします、弟子になりたくて。俺の遺影を撮ってもらおうと思って。あいつが死んだ時、なんでもっと残しておかなかったんだろうって。祖母は今ホスピスにいるんです。アルバムが見たい見たいって言ってて。この人に言い出したら聞かないから。被写体を撮ることだけが写真家の仕事じゃないだろ。全部は残せない。忘れたくない全て、全てを収めたいと願う。僕に最高の写真を撮らせてください。明日を綴る写真館。